所長です。たかしです。のすけです。仲間が医療チームです。本日3本撮り3本目ということで、ね、はい、2人ともね悔しい一日になってますので、ちょっとね、あの最後まったりとやっていきたいなと思います。なるほど。はい。乾杯！宴だー！2022年のワンピースを振り返ろう。拍手。おお。わかりやすい。シンプル。はい。いろいろあった2022年ワンピースのことを振り返っていきたいなと。うん、まあ、はい、あのダラダラとね話をしていければと思うので、ちょっと一覧を作りました。いや助かるなこれ。すごいよこれ。していければと思っております。いつも通りこういう時はお菓子でもと思って。あら、はい、ワンピースのお菓子。レッドのシールかな。ガム付きシール。あ、これ魔剣組。これもなんなら今年のやつだよね。そっか。ね、今年のレッドの関連じゃなかったっけ。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋とのすけが、同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら、さまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。じゃあ早速2022年1月から順に振り返っていきます、はいはい、1月頭にのすけの頂上戦争の映像が流れたのか、はいはい、で13日に裏慣れ式になったのね、はいはい、でその間にカッペイさん、はい、そうすごいラインナップですね。カッペイさん、カッペイさんを挟むキングで豪華な番組だね。原作の方はね、1036話から始まっているのかな、はい、暑いね、こっから始まってるのよ。牛道と死ぬことと見つけたり、はい、ちなみにこのワンピース和の国物産展って言った？言ってないです、これ。言ってないです、僕も。これ面白かったんですよね。和の国にかけた、きび団子とかね、はい、瓶に入った団子とかさ、ええ、うちさんじゃなかったかな。はい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 。クイーンって今年ですよ、そういえば。主題歌。アイドラ。アイドラ。はい。ちょっと一口どうぞ。一口？あ、私？一口。いざ手も伸ばして風を切り裂いて暗闇を蹴飛ばして、あ、いただきました。いいですね。これ気になるのがさ、11日のさ、はい、ワンピースキャラクターのフレグランス第3弾が発売決定って書いてある。第3プリマニアックスさんですね、はい、キャラクターをイメージした匂いなのこれ。並べてさ、シュッてやって、ん、誰の匂いやりたい。あー、いいね。当てますか、匂いクイズ。視聴者全然わかんないけど伝えづらいね。匂いだから、まあ、我々はね、本当にゲストをね、今年は結構呼んだ、はい、そうですよ、年だったかな。さっきのカッペイさんね、そのままカッペイさんから始まってんだよね、今年。衝撃がね、もうアフレコもしてるし、小日向さんね、はいはいはい、キュンキュンとデタラメ考察なんかもやりました、はいはい、またね、小日向さんとかも来てほしいですね。ぜひぜひ、ね、お呼びしたいですね。そして2月入ってきますから、はい、2月、ここででも我々はすでにフィルムレッドの内容予想をしたわけですね。出た、やってる。サムネ撮ったもん、このサムネ。これね、あったあった、ね、スーパーマリオブラザーズね。赤と青でやったやった。原作は原作でもビッグマムをローが倒すような、うん、恐ろしいね、すごい話だったよ。2月は意外とこう落ち着いてたのかな、ローキッドの戦いですね。だからそうね、原作がやっぱりすげえおもろいっていう状況だね、はい、すごかったですね、この辺り。そしてね、3月に入ってからがね、結構ね、すごい動いてるんだよね。うわ、なんかいっぱい書いてある。ここで、はい、我々仲間がいる YouTube は、ね、ったなんとたかしくんのトレクル復活、はい、出た。うそうですわ、今年ですよ、ね、なんか大将タスキかけて。そうそう。今年の初めのだと一番緊張した撮影だったと思う、うんうん、フードデリバリーアプリメニューにて、はいはい、ワンピースコラボレストランっていうのが3月1日からオープンしてるんですね。 CM やってたもんな。そうそう、 CM がさ、うん、子供時代のキャラクターたちがそのご飯食べてるみたいな CM、はい、こういうのがデリバリーで来るのよ。うわー、はいはい、海賊弁当とかね、はい、肉乗ってんだ後ろいっぱい。おしゃれやん。海賊百景大阪上陸。大阪行ったのか今年か。コンテナが移動して、コンテナが移動して行ったとね。瓦とかも割りましたよね。終わった終わった。トレクル戻りますけど、トレクルで終わったわ。瓦あのガシャをね引きたいっていう。そう、周年の周年だ、8周年運気を、はい、っていうことで、感謝の瓦割り。感謝の瓦割り。せいや、一番かいやろ、それは。置き去りにしよう、瓦。一時間起きる。瓦置き去り。代わりに挑む時間だろ。さあ、大丈夫ですかね、こんな感じで。里を降りた時、ネテロの拳は。いい、いい。パー、音を置き去りにした。違う違う、作品違うの。看板かけてやるかい。大丈夫そうですかね。はい。はい、すいません。じゃあ、立ち位置ずらしてまでやったら、足のこの、めちゃくちゃになっちゃったよ。
まあここからはね、本当ね、その3月23日、ワンピースフィルムレッド総合プロデューサー小田一郎先生書き下ろしの映画衣装第2弾戦闘服の設定を公開。ここら辺からも怒涛のレッド始めたんだ。始めたこの辺が。3月28日にフィルムレッド謎の少女のキャラクタービジュアルが到着。ああ、はいはいはい。ここでウタのビジュアル、ウタという名前も出てないのか。この時確かあの海賊やめないおちゃんって言われてたよね。だやそうだそうだそうだ。ポスターに書いてあったのね。そうそうそう。ねえルフィ海賊やめないおちゃん。ちょうどこんな感じのやつ。あ、そう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 。これだよこれこれ これね。まさにこの。いわゆるねキービジュアルね。そうそうそう。その時のジャンプ解放。出た、うん、えぐ。いや確かにここは湧いてた覚えある。もうめちゃめちゃ、うん、すげえ盛り上がってた、ね、盛り上がってた。もうレッドで、はい、もう本格的に社会現象になるんですけど、うん、この前段階みたいな、はいはい、ここがね、はいはい、なんかみんな、はい、あれなんてなんか今めちゃくちゃ熱くないみたいな、はいはい、その後だからオデッセイも発表になったりしてるのか。そうか、そこでか。そして我々ね、なんとアキネータークイズルフィでも当たるのか検証。マイペースだな。熱いね。マイペースだな。最高。この動画ね、めっちゃ再生されてるからね。あ、そうなの。450万されてるよ。すげえ。めっちゃ見られてる。普通のアキネータより全然再生されてる。ついにルフィを。やっぱルフィがね。これねすごい見てもらって。分かりやすいのかね。で4月ですよ。もう4月年度が変わりました。102巻発売？102巻が4月4日発売。はいはい、そうね、うん。発売記念であなたの脳のタイプはゾロの三次脳診断っていうの。あった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 覚えてるんだ。やったわな。え、俺どっちだったっけな。俺なんか若干3時だった気がする。俺ゾロかも。おお、両翼だ。両翼揃ってるじゃん。あ、じゃあ船長で、ね、ルフィの腹減った食べる食べるお菓子食べる、あるよ。ランブルボール、あるよ。あれあるよ。もぐ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 、ヒューマンフォームにして食えてる。はい、はい、ありがとうございます。原作は102巻が出てその後ワンピースマガジン、これライバルズかな。あ、なんとコミックスの印刷所に行ってます。あー楽しかった。工場見学、ここやばかったね。なんかまた違った興奮があったよね。そうそう、やっぱね、なかなか見れないですよね、うん。やっぱあの改めて見ても稼働中の音がすごいからさ。そうそうそう、全員めっちゃ大声で喋ってる。そうそう、案内の方がすごいハキハキ説明してくれて、ほかごめんなさいはぁっつって、えっつって、ここで4月13日に、はい、ウタという名前、なるほど、そしてシャンクの娘であることが明らかに。あー、ここか、まあ、半月ぐらい寝かしてるんだ。実の娘なのかどうかっていう議論もまたここで行われる。あったよ。そうね、まだ当時まだ本当に分かんないからね、うん、はい、ここら辺でまあ本当にレッドの情報がバコバコ出てくるね、はい、はい、ローバ、ベポ、バルトロメオ、コビー、ヘルメットの映画衣装解禁。ちょっと動画公開。あ、そうか、ショートで出てた。めっちゃかっこいい。ジャンジャールジャン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 みたいなショート。アニメが4月24日で原作の1000話の回、これ今年麦わらのルフィ海賊王になる男という回ですね。いや泣いたね、これもリアルタイムで見て、なんかうちの奥さんも泣いて、わかんないのに、やっぱあの金右衛門のあの下りがやっぱり金右衛門じゃなくて、金右衛門の金右衛門、金右衛門、金金金右衛門の金金金右衛門、そう、あの感動のあれが、うん、そして我々はここで十文字玄斎先生を呼んでね催眠にかかっていた。そうこれ、ね、かけられたわ。めちゃくちゃ面白かったじゃん、はい、マジもろい。やっぱ伝わんない。いや確かに、やっぱやらせーってなっちゃうんだろうな。やっぱみんなね信じてくんないのよ。あれはガチなんですよ。だからのすけかかんなかった。そう、ガチでかかんなかったです俺は。たかしガチでかかるし、ガチでかかる、ね、10万いかない。全然6点8万とか、サムネのせいだろうと思って今鈴木さんにしたもん俺変えた。5月になるとフィルムレッドとのコラボがどんどん始まるんだね、はいはいはい、5月先行っちゃっていいですか。いい、 YouTube、 はい、ありがとうございます。いやー、まゆみさんね、まゆみさん、そうだ、誕生日だったんだ、ルフィの誕生日で。仲間がいる YouTube で、田中まゆみさんをお呼びして、はい、ルフィの誕生日をお祝いしながらトークをしようという、はいはい、これがね、うん、まあ現在107万再生です。素晴らしい、さすが船長。ミリオン、これしか見たことないって言ったり。そうなんです、たぶん50万人ぐらいいるね。ちなみにそのまゆみさんの、この動画が我々仲間がいる YouTube 初の100万再生の、うん、はいはい、回になります。そうですね、どうでしょうか、5月お二人気になるとこあります？目指すべき世界、ルフィ回の決着の回だ。そうだ、リカでもルフィ本当良かった、マジで。バジュランクガン、バジュランクガンスタート。これね、知ってた、プロスケートボーダー山本選手、はいはい、あ、見ました見ました、サポートっていう
ワンピースがスケートボードフリースタイルの現世界チャンピオンである山本勇さんへの公式サポートをすることになりました。これを記念して制作された特別映像が本日2022年5月5日ワンピース公式 YouTube チャンネルで公開、はい、そして6月映画公開まで2ヶ月ですね、はいはい、になったあたりからもう、うん、多いね、すごいね。6月1日からあ、そうか、何ボイスキャスト発表生配信あったね、6月8日そうそう番組あったよね、公式生配信で、うん、まゆみさんとかはいはい、カペさんといっぱい出られて、はいはい、でアドさん、ナズカさん、ババン、そうだね、でゴードンが津田さん、津田さんと、はいはいはい、で新時代のティザー MV、 いやーもうどぎも抜かれたもんね、思い出すね、やっぱりこの興奮を、やばい、今年すげえな、しかもその前の日がさ、はい、小田一郎先生、ジャンプ30から33号まで救済っていうのを発表したの。ああ、そうや、休みますか、休みますそのコメントね、そうで休みますで、はい、生配信で高野さんが最終章に突入すると、うわ、発表したわけですよ。ここら辺からもいい、いやすごいね、やっぱレッドへ向けてのあれが、うわこれ、うん、そんな中我々は生原稿でクイズしてましたまあ熱いけどな、すごい企画やってるじゃん、ね、これいいね、お新時代の MV が5月15日に解禁だ、新時代もうここで解禁されてんのか、ありがとうございます、ね、なんと新時代のミュージックビデオ、うん、Ado さんのねチャンネルで、はい、出るのが9485万回再生されて、1億近い、いくやん1億俺ら100万とか言ってた、すげえぜその100倍、ここから曲がバシバシ出てくるんだね、うん、5月22日には私は最強のミュージックビデオ解禁、うん、あったこのリリースのスケジュールの表ね、うん、そうそう、あったね、一気に最初にね、うん、ここでこういう風にで誰が提供してますよっていうのも全部出して、そうそう、1053はうわ新しい高級値、これで新4校が判明する、判明ドーン出てね、そして我々はなんと、はい、ズンの伊代さんをあらお呼びしまして、ぺっこり、ぺっこり45度52歳で一気読みされたズンの伊代さんが、うん、ワンピースを語っていただいて、はい、で、フィルムレッドにコラボが、うわそうだ、ね、6大アプリゲーム、だからしかもいわゆるバンダイナムコさん、まあ、トレクルだったりとか、はい、もちろん今までもやってましたが、はい、なんと他社の垣根を超えてね、いやこれすごいことよ本当に、これねスマブラで桜井さんが言ってたじゃん、思ってるよりすごいからみたいな、いや、はいはい、空が出ることは出ることがね、はい、言ってましたね、いろんな人が動いたんだろうね、うん、この頃にはもうあれ歌日記をやってるんだ、あやってるんだ、まだ歌のことがどんどんみんな好きになっていく、はいはいはい、7月に入りますね、じゃあ、はい、7月入ると、USJ、はい、ユニバーサルスタジオジャパンさんのワンピースプレミア様2022が開催、はい、お邪魔しましたね、行ったな、我々も行きましたが、はい、素晴らしかったですね、めちゃくちゃ楽しかった、楽しかったね、そして7月1日はもうあれだ、ワンピースがまたギネス世界記録を自ら更新、全世界累計発行部数が5億部突破、5億、はい、最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズのギネス世界新記録、高校じゃないですか、どれですか、うん、ワンピカード出た、7月8日ワンピースカードゲームスタートデッキ4種同時発売来た、はい、この時正直言っちゃうと、うん、こんなに盛り上がると思ってなかったよね、うん、まあまあ別にその言ったら変えてというか、うん、まあみんなぼちぼちやるのかなと思ったらもうドッカン火ついて、だからもう我々は発売日の前、うん、そうですね、前日に配信したやつでやらせていただいたんです、はい、そうですね、ルフィデッキ最速プレイ、はい、これで評判いいよね、めちゃくちゃルールが分かりやすいって、はいはい、初心者でも分かるっていう、うん、だからみんなね、ノスケ回線ドンをレストにしてるんでしょ、ドン、あれ必須ですから、ね、ここからじゃあレストレストリフレッシュ永久レストです、この動画でリフレッシュないんでダメです、もう首がつっちゃうんで直させてください、この辺からもうやっぱレッド尽くしですね、尽くしになって、荒野行動さっきのねアプリゲーム、はいはい、これこれね、レッドの UT、 あ、高橋くんのね、はいはい、来た推しグッズに、はい、オリジナルでね作れるやつ、そしてなんと FNS 歌謡祭に歌が出演、うん、はいはいはい、うん、エグ歌ちゃんフィーバーがもうここで始まってますね完全にね、はい、22もう22か7月22日にワンピースの日、はい、ワールドプレミアイン日本武道館がまずありこれすげえな、そしてワンピースの日ワンピースデイデイワン開催、そう、あのね、うわ、このそうだわ、この3日間ぐらいがマジでもう寝た記憶ないぐらい寝れなかったよね、そう、何もかもが起こり続けた、ワールドプレミアは我々で取材に行かせていただきました、はい、ワンピースデイも2人とも出て、キリさんも出て、そう、でまあ、キリさんもワールドプレミアムね、あの、はい、一緒に見て、そうです、はい、その翌日我々あの、はい、ワンピーストリビアの撮影、そうだ怒涛の撮影ずっと一緒に、よくやったわ、レックさんも来ててさ、そうそう、この辺で撮ってましたね、ワンピースの日はデイ2に出てもらったんだよね、そうです ね、はい、実は所長も出てましてね、あ、そうだそうだ、所長出るんだって思ってたんだよ、ね、出題側という、じゃあミートザワンピース東京店ここで開催だ、行きましたかね、はい、行きました、
して今全国巡回中と。はい、麦わら帽子来た？まだ届かない。麦わら帽子以外は来たんですよ。そうなんです、ね、麦わら帽子だけ。あれさ、僕もあのポーネグリフ買ってますえ、そうだったの？さすが。知らなかった。あの石ね。石ね。そう、本当の石工が作ってるでしょ。そうです、サチのね。月曜日に開けてワンピースが再開します。来たー。ここすごいね。遠定、ありがとうございます。この号を正解を半年後で当てようと。予想した。はい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 。表紙がなんとあのコナン、はいはい、コラボ、はい、ジャンプはルフィと、はい、アムロさ ん, ロさん。サンデーには、はい、コナン君とゾロ、ゾロ、はい、すごい対談だったねこれも。うん、だってもうトップ中のトップ2人じゃん、はい、そうです。いい話ばっかだったしね。うん、あ、じゃあ次8月いっちゃいますか。8月対談ですか。いや、8月一発目ジャンプがもう、これ8月1日のジャンプいや、ここやばいかったな。1055話、サブタイトルが新時代、はい、くわ。そして小田さんの書き下ろしの歌ちゃんのね、新時代という1ページ漫画も載っております。はい、これ番組も含めて全部。そう、伊勢丹のおしゃれな T シャツもね、はい、ありましたね。そんな中、我々、はい、何でお前 YouTube やったのは、はい、大食いキャラ当てストラックヒントクイズ。何をやってんだよなんでその客は。これ、公開直前。え、全然弾みつかない大食いストラックも意外とちゃんと13万回再生する。あ、すごいこれはでもね、あの思いついた時それだってなったもんね。うんうんうん、なんかしれっと。はい、ちょっといいよ、もちろんもちろん。大食いの話題出たらちょっとグミ行こうかなと。じゃあ俺も、じゃあ俺こっちにしよう。大食い、大食いだからこそ。おお、ウソップ、ウソップ出た。ビヤン。うん、いいね、懐かしいね、なんかそのグミ、うん、いいな、懐かしいね。美味しいんだよね。うめ、どんどん食べながらいきましょうか。まあ、バウンティーラッシュだったりサイクルジャンプだったりもちろんありまして、8月の5日にも公開直前で小田さんからのコメントも到着してます、うん、8月6日出ました。はい、私の誕生日です。おめでとう。書いてあります、うん、ちゃんと一応、ね、後で書いててください、うん、原作の方にね原作じゃねえよなんでやねんもうだからこの日すごいね、えぐいね、うん、99人の壁出た。ここか。うわー、そうか、そうか、そうだ、そうね、2人も出て、なんとのすけくんが、はい、うん、1秒も映んなかったまあ1秒映ったか、うん、誰か越しとかで、この辺の名前ぐらいこっから下みたいなね、所長も連れてってもらったわけですけど、うん、そしてもうすごいね、ベンツとコラボとかさ、あったわ。あったね。スタンピードが史上初放送、はいはいはい、うん、アニメーティー麦わらストア期間限定上陸とか、うん、とにかくいろいろあった。タワレコとか ね、うん、そうですね。土日の映画館も40億館をゲットして、もちろん単純にね早く見たいっていう人たちがいっぱいいたわけです、うん、どうでした周りの反響というか。いや、もうみんな言ってたね、本当に、うん、久しぶりにワンピースの映画見たとか、そう連絡来たりするしてた、うん、8月6日7日の2日間で157万人動員、やば、興行収入 22.5 億円を突破、もちろん過去最高ですね、うん、記録的。ワンピースマガジンのボリューム15も発売ですね。同日か、はい、レッド特集、うん、はいはい、すこぶる評判ですね、うん、高橋くんどうですか、気になる。いや、僕はね、フィルムネットのノベライズ、うん、これ嬉しかったですね。未来文庫版と、そうそう、うん、あの細かいセリフとか割と そこで載ってるんで、これをとにかく読み込んでブルーノのセリフ全部覚えましたブルーノのセリフ覚えたの。ブルーノ、歌歌の世界を維持するためには激しく体力を消耗する。俺がドアドメの弓矢能力を常に使っていられないようにだ。これを覚えるために買いました。何を目的として。ブルーの推しキャラなんで。ロッキーポート事件のね、うん、ロッキーポート事件の言うてよ。そりゃじいさんだから、なんか大事か、じいさん出た。あれもちゃんと書いてある、うん、これも覚えられました。すごいね。歌の歌はその次の日10日にね発売したりしてますね。世界で1位取っちゃったんだから。そうです。いや、そうだ、アップルミュージックのランキングでね。で、医療チーム山田由紀さん、はいはいはい、熱すごかったよね。やばかった、ね、オーラもね、ね、覇気がもうずっと持ってました。ホントワンピ大好きだしね、うんうん、フィルムレッドが13日には入場試合プレゼントが第2弾にあって、うん、いやーカードゲーム、これをゲットするために1日3回見ましたこの日すごいね。1月中盤後半ぐらいはアニメ連動、アニメ、え、あ、あれね、ちょっとこの辺ですよね、連動エピソードがここら辺ですね。いや、あれも熱かったよ、うん、ルフィとね、映画のね、そう、歌が出会う前から始まって、うん、歌の子供の時からね、すごい、だって毎日何かしらあるもん、もうマジでない日の方が少ないね。どこだったこの頃、大丈夫だった、間に合ってた。いや、全然全然おいけないです2人が間に合えないんだね、無理だね20日間で公衆100億突破してる。あら、え、もう100億ここ、もうね、26日には100億、8月中に行ったんだ。6月に入ってもまだまだですね。パズドラコラボがあったりしてたんですが、まあ、ちょっと落ち着きますけどね、もちろん、まあね。そして我々は神回がね、連続します。ここ何、はい、何、クイズ正解は半年後ですよ。来た、伝説会、伝説のビターテ会、はい、19万再生ぐらいですね、うん、頑張ってますね。そしてこの盛り上がりの中、
アキャラアキネタチャレンジ、カタカナ禁止だ、初敗北を喫した、苦しかったね。これオーケストラコンサート、オーケストラだった、そうだ、9月末か、これ行った、行きました、うん、いやよかった。これどうよかった、なんか見えるんですよね、映像ないんだけど、音だけでね、あのチョッパー の、 僕がドラムトーンのやつとかで、うん、チャラララララ、うん、チャラララララの時も雪降ってんですよ、なんかもう、え、だからその場面がなってブワーって桜が咲く瞬間とかの広がりとか、音でこんな表現できるのかって、どのぐらい再現してたの、多分例えばそこだと降ってるように、あの鉄筋の感じでチャラララン、チャラララン、なんか雪が降ってるような音も、あの CM 行く時のアイキャッチとかもやってたの、あ、そのルフィのあれありましたね、テレ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 テチェンから始まる曲があるんですよね。そう、我々はワンピースフィルムレッド文化祭に参加しましたね。そうだよ、踊ってみたか。あ、そんな前もう。もうね、9月29日に配信してますね。そうなんだ。わお。なんか最近のイメージもあるよね。3ヶ月ぐらい前です、ね。うん。そしてちょっとのすけくんは行けなかったんですが、はい、応援上映の取材と少子サプライズゲスト、なずかかおさん。これはもう、いやー、すごかった。この時ほどどこでもドア欲しいと思ったことなかった。すぐ呼んであげたかったもん、ね、のすけさんを。でものすけはね、もう画面越しに負け惜しみやってもらったから、うん、そう、それはまあ ね、 ね、これはでも良かったですよ、良かったね。まあニュープレがね、いろいろ更新されたり、ナレキンの本試験がここですね。わー、10月16日、はいはい、よっしゃ。そして我々は、のすけくんの早押しがちょっと弱点なんじゃないかということで、はい、早押しクイズやりましたね。やったよ。そしたらクソ強かったっ。ちゃんと強いじゃん。勝ったね。どういうこと？公開してから2ヶ月3ヶ月ぐらい経ってるんだけど、うん、ワンピのミシャンクスの俳優の開始とか、はい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 、フィルム Z が土曜プレミアム枠で地上波放送だったり、人形浄瑠璃なんかもありましたね。はいはい。ああ行けてないっす、ね。ちょっと行けなかったけど、まあ2日しかなかったからね。はい。すごいね、めっちゃ感動する話だったらしい、うん。チョッパーのとこですよね。そう。ね、熊本で、うん、そうそうそう、やって最近ゲストで出ていただいた寺野さん。寺野さんが、はい、AKB のね、ね、うん、いらっしゃって活躍されてるわ。ね、活躍されてるね。うん、あの方はもうね。活躍されてるわ、ね、うん、なるちゃん、なるちゃん推し動画ですさん、まんまだね、アカウント名が、うん、AKB メンバー以外との共演でこんなになるちゃんが楽しんでるの初めてかも。個人的には緑赤ペンライトのミスメリークリスマスいじりと黄色七角変態いじりのところがめっちゃ面白かったです。嬉しいね。仲間がいる YouTube 見まくったらワンピースに詳しくなってなるちゃんに好感持ってもらえるかも、うん、すごい。それとこれとは別です。別ですね。どう思ってもらうかね、まあその人のなっておりまして、あ、もうでも最後まで来ちゃったのか大体。あら、お、もう今決まってるものだったりのが、はい、ルフィツッコミとか、あ、はいはい、何やおすすめグッズが昨日配信だった、はいはいはい、あとツイッターのトレンド入ったらしいですよ。ツイッターでハッシュタグね、そうそう、あのワンピ一押しグッズつぶやいてねって言ったら結構みんな、そうそう、これあのスケのアイディアだもんね。そうです。あとあののすけの言ってた謎の切手持ってる人結構いたよ、はい、そう、それはいたんですよ、思った。同じ切手持ってる方ね、普通にいたよ、ね、のすけはどっかでって言ってたけど、はい、普通にあの郵便局で買ったって書いてある。めちゃめちゃ普通に手に入るものだったらしい。普通に買ってた人なんだね。どうでしょう、たかし君、はい、なんか言い足りないこととかある？なんか本当にどんどんこう何盛り上がっていきますね、マジでワンピースが、うん、だってまあカードもさ、それもそうだし、うん、全部うまくいってんだよね。いや、そうそう、だから一個今年その悔やまれることとしては、はい、うん、ワンピカードのチャンピオンシップ出れてないってことです、ね、あら、それは、抽選で、抽選で、なるほど、そのぐらい人気なんですよ。ちょっと仲間が YouTube 杯、我々主催すればいいのか、そう、仲間が YouTube 杯ちょっとできないですか、やるか、ちょっとね、実はでもね、考えてるんですよ。え、マジで所長、本当に非公式大会、非公式、はい、ややこしい、怖い、公式のチャンネル、非公式大会、この番組って何なんでしたっけ。この番組は、うん、公式チャンネルでやってる非公認の番組、あ、公式チャンネルの非公認番組の、公式のカードゲームの非公式大会を行うってことですよね。そう、なんだそれ。何をやってるのそれ、最終的にポケモンカードのね、ポケモンカードでやるの。そこでそれは公式もらえるわけないよ、エネルギーカード。いや、今後もねちょっと頑張っていきたいと思います、うん、はい、どうですか来年、はい、目標、来年の目標、たかし君からお願いします、はい、これは仲間がいる YouTube としての目標、うんうん、では来年の目標、私やっぱのすけさんが知識、はい、やっぱとんでもない強いので、その代わり私はワンピースカード、お、何かしらの賞を取ります。お、まず抽選登録、そうですよね、まずはスタートラインに立つという目標、うん、ガチだね、一番最初、そこから勝ち上がって賞を何かして取りたい、うん、それちょっと目標で、いいですね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ですね、原作1000話がまずあり、うん、で今年25周年で、うん、マレット公開とか、
もう爆盛り上がりが毎年なんかあるんですよ、もう常に気が休まらないこのワンピース界隈の盛り上がりを我々もやっぱりもっと力を上げてやっていきたいという意味で、あの YouTube フェス、フェス、はい、開催いいねしたらいいんじゃないかと思う。どういう演目があるの？ちょちょのダンスタイムね。ちょちょダンスタイムとこうやって新時代ダンス。新時代のやつ。所長もう1日も終わりだから電池が切れてる。所長の所長体力が可動限界が。猛録猛録してる。猛録してる。あとやっぱりあのアキネーターのライブ配信。みんなにいかに辛いかを知ってもらいたい。本当にそれノーカットでお届けする。終わるよイベントの時間マジで。ダメ？マジでそれで終わる。ダメかな。ロフトプラスワンから始めますか。ライブハウスからね、はい、とりあえず2022年も楽しい楽しいワンピースの年でございました。2023年も皆さんぜひこのチャンネルねチェックしていただければと思います、はい、それでは2023年もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わるさまざまな企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。